帯広の公園に女性の遺体を埋めたとして高校教諭の男が逮捕されました。逮捕されたのは帯広農業高校の教諭片桐朱璃容疑者35歳です。片桐容疑者は先月30日午後8時ごろ、帯広市南町の公園帯広の森にある雑木林に女性の遺体を埋めた死体遺棄の疑いが持たれています。警察によりますと、遺体は成人の女性で、道路から20メートルほど離れた場所に埋められていました。先月30日、この遺体とみられる女性の夫から警察に、昨日午後に妻が外出してから戻らないと相談がありました。夫の話から片桐容疑者が浮上し、警察が話を聞いたところ、女性の死体を雑木林に穴を掘って埋めたと話したということです。人通りなんてほぼないし、車通りだってほとんどないんじゃないですか。片桐容疑者と行方不明になっていた女性は知人同士で、警察は遺体の身元を調べるとともに殺人の疑いも視野に捜査しています。